石川県議会は石川県に設置されている地方議会である。任期は4年で議会解散が実施されれば任期満了前であっても議員任期は終了する。2011年4月10日実施の選挙から43となり改選前の46から3件となった。中選挙区制と小選挙区制を実施。議会事務を担当する事務局が設置されている。自民。 公明で定数の6割以上を占め、議会の主導権を握っている。精神権は、県議選で自民の公認を得られなかったため一人会派として活動しているが、議案の賛否では自民と同一補聴を取っていた。その後、自民会派に交流した。2014年の石川県議会議員選挙においては、当選した無所属新人がいくつかの一人会派を結成したが、いずれも、 自民党会派に合流した。国政選挙で自公に対抗する影響力を行使してきた新進石川は、議会内においては非主流派で、民主系の民主、石川、社民系の政府、連帯、無所属の黎明会と連携してきた。しかし2012年12月、新進石川議員会8人中7人が、離月6人は民主石川と合同し、新たに、 県政石川議員会を結成した。2015年4月の石川県議会議員選挙において、民主党、社民党系の政府、連帯、無所属の黎明会と合同し、新会派、未来、石川を結成した。2019年4月の石川県議会議員選挙においては、自民党会派が一人減らし、無所属議員が一人会派を結成した他には、改選前とは、 変わりはなかった。その後、一人会派を結成した議員が自民党会派入りし、議員数が元に戻った。2011年4月10日実施の選挙から選挙区の区域が改正されるほかに定数が現行の46から43に削減された。有権者の減少に伴い2019年4月7日、実施の選挙から選挙区の区割りが変更となった。定数は変わらず。 2020年3月25日現在詳細は石川県議会議員選挙を参考にされたい。ありがとうございます。